こんにちは、キクラの鈴木です。昨日一昨日と行われた、岐阜で行われた材木市で、買ってきた板を持って帰ってきました。こんな感じです。ここ今回トラックで持って帰ってきているのは雑木というか小さい幅の狭い板中心なので、大きなテーブルの転売になるようなものは、後日宅急便で送られてきます。